今日は業務スーパーでたくさん買ってきました。買いすぎですか？明らかに買いすぎですよね。買いすぎました。楽しみです。はい、一旦ここに並べてみましょう。これだけ買ってきましたよ。初めての業数。初めて。面白かったね。でこれ野菜系な。椎茸、レンコン、ほうれん草、青ネギ、玉ねぎ、こんにゃく。野菜はね、だいたい 500g ぐらい。この辺はね、冷凍。冷凍もすごいいっぱいあったね。いっぱいあったね。マカロニサラダ、春雨、レトルトカレー、パスタ、1kg、かつお節、山倉揚げ、紅生姜、2つ。ホタテクリームコロッケ、美味しそう。ささみしそカツ、油揚げ、柔らか角煮、トマト缶2つ、パンナコッタ、パンナコッタなんてこった、オイル漬けアンチョビ。アンチョビいいね。いいでしょ。というわけでこれだけ買ってなんと5000円いかないぐらいだった。すごいね、値段安すぎ。パンナコッタなんてこった。なんか一部今日食べていきたいね。これ山クラゲも食べれるし、角煮もちょっといきますか。これも300円ちょっとぐらいだったよ。サミシソカツと青ネギすごい好きなんだよね。しかも安かったんですよ。それは確かに安かった気がする。あー安かった。ビールあーそうだ、ビールも買ったんだよね。これいくら？これ安いんだよ。1本でも80円くらい。どうなのそれ安い？発泡酒だったらまあ100円くらいって普通じゃない？あ、発泡酒って書いてあるよ。料理してきます。ファイヤー。山クラゲとマカロニ完成。いいねいいねいいね。ご飯が完成しました。完成です。どうですかビール？普通、まずくもない。発泡酒の味って感じ。乾杯しますか。乾杯。いただきます。マカロニサラダからいただきます。お弁当の端っこによく出てくるマカロニサラダ。山クラゲ、美味しいけど、あ、うまこれ、めっちゃ好きこれ。そう、本当お漬物屋さんで売ってるやつならもっと美味しくない？それ言う？でもそういう風にやっぱさ、辛辣にちゃんと評価していかないと。これいくらだと思うんだって？98円だよこれで。値段以上っていうもののがいいじゃん。でも美味しいよね。うん、クリームコロッケ。うん、これうまいな。ホタテの風味もしない？すげえ風味がふる。身が入ってんのかと思った。もっと確かに身はない。うん。美味しいよ。うん、ささみしそかつ368円です。しそ好きにはなんかたまらないな。しそ好きだからね俺ら。うんうんうん、もっとしそ欲しくない？ちょっとしそ感がね、あんまりちょっと薄まってるの。うん、でも柔らかい。めっちゃくちゃ柔らかい。うん、うん、おいしい。角煮だよね。あのあくんがさ、カナダで作った角煮思い出すね。作ったね。うん、8時間ぐらいかかったわ。ご飯すんわ。うん、これいくら？角煮498円。食べ物の中では今回一番高い。あ、そう。うん、一番高いのはこのビールで6本で504円。うん、1本100円切ってんの。84円。小盛りご飯ください。どれが一番美味しいですか？せーので言わない？ここは多分合うと思うんだよね。うん、やっぱ7年ぐらい一緒にいるじゃん。小学生が卒業しちゃうね。せーの、うん、ね、せーの、うん、違う。
いや角煮も相当うまいよ、うん、マジでうまいけど、なんか俺やっぱ山菜すごい好きなんだよな。私はなんか山クラゲはもっと美味しいの知っちゃってるから。これ食わせろ俺に。で次俺角煮だもん全然。あ本当？角煮は作るのも大変だし、うん、このボリュームで2個入って、まあ、498円、うん、だったら全然買っちゃった方がいいよね。作るよりね。手間めっちゃかかるよこれ、うん、1回本当に俺作ったことあるけどマジでリアルに8時間かかったから。角煮もっと簡単なやり方あるんだろうけど、うん、柔らかね、柔らかいよね、めちゃめちゃ柔らか煮豚って言ってるぐらいだからね。これ結構期待してた以上に微妙だった。ささみカツね、すごいお肉柔らかくて美味しいんだけどしそが感じられない。うん、茶屋とかだいたい150円ぐらい、168円でしょ、200円以下じゃん。あ、200円以下だね、本当にね、うん、ということでパンナコッタを食べていきたいと思いますのでちょっと片付けます。いきます。おお、意外に出てくる、うん、生まれたー、デデーン、ウィー、こうするやん、うん、ほらからのからの、ここに包丁通すやん、うん、スイッ、おお、うまくいったじゃん。うわ、すごい匂い。パンナコッタって何者なの？わかんない。わかんないな。うん。めっちゃ滑らか。ね。あとちょっと甘すぎるかも。あっくんが甘すぎるなんてやばいね。なんていうの、このキャンディーを溶かしたような甘さ。俺ちょっと苦手なんだよ。友達とかさ、ホームパーティーとかするときに買っていくのいいかもね、本当に。そうだね。いろいろと。あと焼き鳥とかすげー置いてた。見てなかったわ。50本入りとか。マジ？ネギマとかつくね。それいいね。皮とかで1200いくらとか。ギャルが興味ない時のあいつじゃんそれ。うーんって。うーん、あの雰囲気。雰囲気じゃないんだよ、雰囲気って。雰囲気って言いました。見た今のか。毎回寝るの夜中の3時とか4時じゃん。盛りすぎ。1時ぐらいにはベッドに入ってイチャイチャして、お互い携帯出てる、めっちゃイチャイチャして寝んのが疲れ果てて寝るのが3時ぐらいだもんね、いつもね。あ、ごめん、ちょっと、いっちゃった、15分ぐらいで終わるじゃん。それだけ言うなって言ったら。お腹いっぱいだね。眠いんだよ、これ、どうしたもん。よくわかったね。もう締めたがってる、もう、うん。皆さんも何かおすすめあったら教えてください。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。